はい、こんにちは、梅です。どうもどうも。今日はですね、ミッキーの仮装について語りたいと思います。先日のハロウィンのイベントでミッキーの仮装をしてきました。はい、こちらです。ドーン。はーい、あとこれとか。はーい、はい、これとか。はーい、やってきました。これはですね、中身は、これがミッキーなのって思う人もいるかもしれませんけども、これは今年のディズニーシーのハロウィンのイベントの衣装ですね。このポスターとかさ、これとか見覚えのある人いるんじゃないですかね。そういえば、ああ、そういえばこれか、はいはいっていう人もいるかもしれませんね。まあでも俺はちょっと結構アレンジしちゃってるので、特にね、耳がないとかね、アレンジしてるので、パッと見ミッキーに見えないかもしれませんが、でも実際にこれ着てランド行ったらね、結構、ああ、ミッキーだっていう風に言われたんで、まあ、なかなか良かったです。やって良かったです。これをやろうと思った理由なんですけども、ミッキーの仮装って、俺難しいなってもともと思ってたのね。で、一般的なミッキーのイメージってやっぱ可愛いなんですよ。こう、お尻も大きいし、耳も大きいし、手も大きいので、実はミッキーはね、かっこいいんです。一般の人からは可愛く見えるかもしれないが、年パス持って通ってる人たちから見たら、ミッキーはイケメンでかっこいいんですよ。まあ、例えばかっこいいミッキーだと、ワンマンの、シャイニングのシーンのミッキーとか、ダンディのミッキーは、ビッグバンドビートの最後の、ドラムのシーンのミッキーですね。この辺はやっぱ、ダンディでかっこいいミッキーです。でね、そうやって見ていくと、今年のシーのハロウィンの衣装っていうのは、あれは1920年代のニューヨークで流行ったファッションをミッキーが再現してるっていうコンセプトらしいので、ものすごいなんかね、ギャングの親分みたいな感じでかっこいいんですよ。ちょっと帽子も斜めにちょっとかぶってたりして、すごいダンディーなので、あ、これならおっさんの俺がやっても痛くないわと思って、むしろおっさんにしかできないんじゃないと思って、これはやりたいって思ったんですよ。で、さらに俺がね、これできるかもと思ったもう一個の理由は、もともと俺ジョジョ4部のキラヨシカゲのコスプレやってて、それがね、紫のスーツで、今回のミッキーのこの衣装とめちゃくちゃ似てるんですよ、ジャケットが。だからジャケットは流用できるので、あ、だったらこれジャケット以外頑張れば俺すぐできるわと思って、でそれで9月の上旬にこのショーを見て、あ、10月の下旬ならこれ間に合うと思って、でそれで衣装を作ってやりました。まあちょっとキラの衣装とそのミッキーの比較しましょうか。はい、これどうぞ。これですね、似てるでしょ。ジャケットは同じなので、ジャケット以外のこう頑張ればなんとかできるなと思ったわけなので、ちょっと今日はその衣装をどうやって用意したかっていうのをちょっと俺は紹介したいと思います。まずはジャケットです。ジャケット見ましょうか。ここにあるんです。実はこれ、これこれがミッキーのジャケットです。ライトの関係でね、青に見えるかもしれませんが、実際には紫です。で、まあキラのコスプレのやったおかげで、このボタンが、キーの木目のボタンがついてて、本当はこれドクロなんだよね。でもね、ちょっとこのボタンはやっぱ俺直せなくって、またキラやるときにやっぱり戻せなくなっちゃうので、はい、なのでこれはもう本当にまんまですよ。これで、なんかもうこれパンツのスーツダブルのパンツがあって、はい、でジャケットはもうこれでバッチリですよ。はい、これでもミッキーのジャケットはまず完成です。そして次がこちら、こちらミッキーの衣装の中身です。まず見ておこうか。まずワイシャツ、ワイシャツはね、もともとのコスプレで俺こういう色の水色のシャツを持ってたので、特に新規で買ったりはしてないです。普通の、まあよくある、よく、まあ、よくはないかのワイシャツですね。普通のワイシャツです。それでネクタイ、ネクタイももともと持ってた。これはオレンジ色のコスプレ用のネクタイを持ってたの でそれで普通にそのまま使いました。で、はい、ネクタイとワイシャツは揃えた。でベストだよね。ベストはどうしようかと思ったんだけど、結局中古で買いました。で、中古で買って、それで、この金のライン。これ。この金のライン。これは、岡田屋行って、で、
こういうリボンみたいなのを買ってきて、で布用のボンドでこうチューッとくっつけてます。切って自分で。なので実はよく見ると左右で形が違います。はい、微妙に分かる、ちょっと大きさ違うの。はい、でこれは自分でこうボンドでくっつけてるので、よく見るとしょぼいです。アップで見るとちょっとしょぼい。はい、この辺とかしょぼい、しょぼいんだが、まあ離れてみると分からないので OK。 コスプレそんなもんです。でボタン、ボタンはこの金のボタンを買ってきて自分で付け替えて、でマジックでドクロの絵を描いてます。わかる？はい、わかるか、わかる？はい、こうやって描いてます。うん、それでできた。でこのシルバーは普通に売ってる、ごくごく普通、ごくごく普通のシルバーです。あの左の腰についてますね。はい、シルバー、これでOK。 あの手袋、手袋もタクシーの運転手が使ってるような普通のごくごく普通の手袋を買ってきて、この3本線はマジックで描いただけ、はい、です。なので一番苦労したのはやっぱこのベストかな。まずベストを似たようなこう線が入ったのを買って、んでこの金のこういうバイアステープっぽい金のこういうリボンを買ってきてペタペタ貼っただけなんで、まあ、そんなもんですね。はい、これで上はできました。で次は帽子です。帽子はまず紫の帽子を探して、楽天かアマゾンでこの中折れの紫の帽子をまず買いました。この模様はよく見ると分かるんだけど、黒いリボンと金のリボンを2つ重ねて貼ってます。で金のリボンにまずマジックでこの模様をこうやって描いてって、でこの模様を写真見ながら、はい、自分で定規で引っ張って描いて、でそれをまず描いたら黒いリボンの上に重ねて、で帯にして、でそのリボンを帽子にくるっと巻いてくっつけました。はい、これで帽子ができました。でこの帽子が実はね、俺が被るとちっちゃくて、ちょっとやっぱりねすぐ折っちゃうのね。だから落ちないようにこの帽子にこの、わかるかな、これか、これだから、はい、ベロ、こういうベロをつけて、でこのベロを髪の毛にこう固定してるんですよ。実際やってみようか。こう被る、かぶったらさっきのベロをこのヘアピンで止める。これもこのヘアピンでこのベロの部分を止める。はい、そうするとほら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 、落ちない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 。はい、そんだけです。はい、まあでもコスプレ用だからね、別に帽子にこんなのね、なんかつけちゃっても、あのミッキーの仮装の専門の専用の帽子なんで気にしないです。一番悩んだのがあのスティック、杖ですよ、杖は作らないといけないので作りました。